ひどくない？女の子に対して硬いねなんて。ごめんなさい、本当にごめんなさいね、ペティちゃん。無理。下探したんだ今。どうしました？タイガさん。撃たれたの。奥の治療部屋に。何を言ってるんですか？撃たれてない？撃たれてます。じゃあちょっと通報しますね。あ、大丈夫、あの警察に撃たれただけだから。何を言ってるんですか？ね、私が虚言言ってるみたいになるから。いやいや、じゃなくて、そんな、良い話じゃないですよ、だって。ああ、まあそうね。すいません。よいしょ。どうした？ちょっと説明しきっちゃうわね、大腸。あ、俺がやるわ。その下のアイテムタイプっていうところを、右のこの。忙しい。この部屋ダメだわ。忙しいわ。三角の。違う部屋にしましょう。いや、まあ普通にね、その。いや、なんかちょっといろいろあってましろちゃん、ちょっと。はい。なんか簡単に言うと、車ちょっと動かしただけでペティちゃんがダウンしちゃったのよ、私の車に当たって。はいはい、でそれを見た警察官がいつかやると思ってたって言って私に銃を発砲したんだけど。なるほど。私ね、たまたま今日アーマー着てて生きながらえたんだけど。はいはいはい。君硬いねって言われた。ひどくない？女の子に対して硬いねなんて。いや、すいません、警官の方を疑ってしまって。あ、いいのよ。太鼓さんの問題でした。え、ちょっと待って、どういうこと？事件性はありませんでした。いや、警官の問題でしょ、どう考えてもね、これ。まったく、いや、おかしくない？ねえ。お騒がせですね。何があったんだ？違う、ほんとでも、聞いて、ちょっと周り見てた、二人とも見てたと思うけど。駐車場から思いっきり飛び出した。太鼓さんにひどい目に遭わされたって。なんでわかったの？かわいそう。俺がさっき太鼓と一緒にいた時、あれ、絶対いつか誰か引くわ。もし、なんかもしその不満とかあったら、その体験が終わった後、はい、アンケートを提出していただければ。市民、市民サイドとしてアンケートを。今のところ 2点ほどありますので。はい、まずいなんかさっき変な袖なくした。あ、ちょっとそう、暑くてどうしたの袖。エアコンの効きが悪かったかもしれない。あ、そうなの。あ、ちぎったちぎっちゃったんだ。そう。あ、でもこれな、面白いんだけどな。これ、ベストだけ着てるように見えるだろう。見えるわね。これ実はな、超極薄タンクトップ着てる。いいよ、もう着てても着てなくても一緒だよ。ほら、変わんない。すごいだろ、これ。ほんとだー、すごい。実は中にゴールドジムのタンクトップみたいなの着てんだよ。うん。話。結構空いてんだ。お大事にね。大事に。ベティちゃん大丈夫？本当に。あ、いいね。あやつさん近づかないでください。なんでよ。危ないですから。いや、聞いてちょうだい。走行中の車に近づいてきたのこの子よ。あれ、引いたらダメですよ。あれでも引いてなくない？のぼるちゃん、あれ。まあ引いたというか、ちょっと当たった。当たった瞬間なんかボワボワってなって、なんかペティちゃんが倒れちゃって。確かにあのそんなにスピードは出てなかったんですけど、ちょっと半分歪みよ、ほぼあれ。歪みじゃないです。だってゴミ箱まで飛んでってたじゃない、ペティちゃん。なんか5メートルぐらい飛んでってたじゃない。あやこさんの車に乗っちゃってブレード切る。え、ブレード切る。あ、そういうことあれ。そうなんだ。待って、じゃあペティちゃんが私の車乗ったのが悪くない？それも待って、目の前走ってくる、目の前に来るから。ごめんなさい、本当にごめんなさいね、ペティちゃん。無理。まあそう言わずに、心に傷を負ってしまったようですね。かわいそうに。ありがとうございます。かわいそうに。無理。ちょっと私白市民パス取ってくるわね、今から。取れるかな。人を引いたその足で。人を引いて警察署襲撃して。帰りちゃったあの服で。だから赤かったんだ。だから帰んだ。あ、お帰り取れた？取れた、ありがとう。あ、よかったね。よかった。じゃあ見せてくださいよ。見せれるのこれ人に。うん、使用でやるとポポーンって。へい。おー、見えた。ナイス。いいでしょ。そう、警察署に行って白市民パスくださいって言ったら、えって言われた、周りの人に。そりゃそう。え、まだ持ってなかったの？公務員さんですからね。おかしいわね。はい、でもやっぱなくてもね、なれるっていう、こう希望の光になれたらなと。おー、ま
はですね、公務員だと思ってもらってて。え、どういう意味？ちょっとペティちゃん、なんかさっきから辛辣じゃない？ちょっとね、まあそうですか、まあ襲われてますからね。襲ってないからね、うん、襲われに来たの。2人でなんか仲深めてちょっと救助行った方がいいんじゃない？そう、次とかちょっと一緒に行きましょう、うん、ちょっと。え、なんて？え、これなすごい、ちょっとコミュニケーションがちょっともう不備に。ミュートしないで仲良くして。なんて、まあ都合のいい耳だことあなた、うん、次ね、ダウン出たら2人で行ってもいただいて、うん、ちょっと行ってみたらいいんじゃない？そうね、 ちゃんとできてるかちょっとじゃあチェックしてあげる、私が。あ、大先輩としてね。そうよ、太鼓さん僕より先輩ですからね、うん、パティ、あ、ペティさん。でも太鼓何日起きてるの？女の子の名前間違えてダメよ。え、何日起きてるか、うん、え、でも、え、そんなの言っちゃったらさ、やっぱペティちゃんちょっとこうなんかショック受けて、うん、もう私勝てないわってなっちゃわないかしらね。いやいや、先輩の背中をね。でもペティはね、そんな弱い女じゃないもんね。あ、そっか、じゃあちょっとびっくりするかもしれないけど、うん、40日。ペティは？あ、今日で70。最後さん、僕54日です。54？ はい。ああ、え、ペティさんとノボルさんだっけ？はい、そうですね。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。結構頑張ってるわね、2人とも。もうすごいわね。まあ、日数じゃないからね、やっぱこれ。あ、小遊三、小遊三ですかね。そうそうそう、やっぱこう、医術の腕前とかやっぱあるから。太鼓さん、ランクいくつですか？あ、ランク？ランク2。のぼるくんいくつだっけ？ 3。え？ぼかちゃんいくつだっけ？ 3。ペティちゃん1よね、多分。あらあら、ほんとにもう、なんでも聞いてちょうだい、もう。下探したんだ、今。下とか言わない。よくない。上も下もないからね。そうですね。そうですね、上も下もないですよね。そうそうそう。ないない。ヒルボックス病院は人の上に人を作らずだから。うわ、すごいな。そのランクの人が言ったら響くやつ。そういう意味やめて、ちょっとなんか響かないみたいな。すいません。おかしいわね。ベクトルがちょっとね、違っただけでね。太鼓さん、先輩ですから。そうよ。そうです。ベクトル？あ、あ、来たよ。行くわよ。でもこれ、あ、これは。リグだ。これは大型だ。大型か。ペティが対応できないやつですね。そうですね。これはノボル君と俺で対応します。了解。